も月義雄は、日本の政治家、自由民主党所属の元衆議院議員、環境大臣、内閣府特命担当大臣、国土交通副大臣、環境大臣政務官、外務大臣政務官、衆議院国土交通委員長、衆議院災害対策特別委員長、静岡県議会議員、清水市議会議員等を歴任した。静岡県清水市生まれ、成果はやおや、 静岡県立清水東高等学校、中央大学法学部卒業。清水市議会議員を4期務めた後、1991年に静岡県議会議員に当選し、県議を2期務める。1996年、第41回衆議院議員総選挙に無所属で、静岡4区から立候補。自由民主党新人の倉田忠年を破り、初当選する。当選後、 自民党に入党した。第2次、森内閣で、外務大臣政務官。第1次、小泉第一次、改造内閣で、環境大臣政務官。第1次、安倍内閣で、国土交通副大臣に任命された。2008年より、衆議院国土交通委員長。2009年の、第45回衆議院議員総選挙で、民主党の田村健二に敗れ。 重複立候補していた比例東海ブロックでも、時点で落選した。2011年1月、比例東海ブロック選出の大村秀明が、愛知県知事選挙に立候補するため、衆議院議員を辞職。大村の辞職により、辞典だった持月が繰り上げ当選した。2012年の第46回衆議院議員総選挙で前回、敗れた。 民主党の田村健事に比例復活を許さず、六選。2014年9月、第2次安倍改造内閣で環境大臣、内閣府特命担当大臣に任命され、初入閣した。同年の第47回衆議院議員総選挙で入閣後に、報じられた政治資金問題の影響を受け、民主党現職の田村に前回より票差を縮められるも七選。 同月に発足した第三次、安倍内閣で、環境大臣、内閣府特命担当大臣に再任され、2015年10月の内閣改造まで務めた。2017年の第48回衆議院議員総選挙で8選。2019年秋から、病気療養中であったが、同年12月19日7時5分、肝不全のため、静岡市清水区の自宅で死去。 72歳没。死没日をもって、13未上位朝日大受賞追贈。年金未納問題が発覚した際、2002年10月から2003年9月までの1年間の年金未納が判明した。2015年、第2次、安倍改造内閣の閣僚である、も月上川洋子法務大臣が、それぞれ代表を務める自由民主党の支部への、 国からの補助金交付が決定していた総合物流会社、鈴代からの140万円、計620万円の寄付が報道された鈴代は2011、12年に環境省の家庭、事業者向けエコリース促進事業費補助金を申請し、同省所管の一般社団法人が2011年9月、12月に補助金の交付決定を通知していた。政治資金規正法では、 補助金の交付決定の通知を受けた企業からの1年以内の政治献金が禁じられている。もちの関係政治団体、もちづき講演会の2008年2009年分の政治資金収支報告書において、合資交換会での支出660万円を記載しながら収入は記載しておらず、虚偽記載の疑いが持たれた。また2010年、2011年に実施した、 ゴルフ大会に関しても、講演会の収支報告書に収入を記載せず、支出のみ45万円33万円をそれぞれ記載していた。日韓現代の報道によれば、県連会長を務めていた2010から11年の間に、自民党静岡県連が7回にわたり、クラブやラウンジの飲食代、約66万円を政治資金から支出していた。ありがとうございます。